はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はドラゴンクエストビルダーズ2実況を再開していきます。まずはルルのお願いを聞きますか。お城と雪原を作るのにいい場所がある。ルルが目をつけておいたの。それではルルに従いこの地にも物を作っていくがよい。いつものようにこの石板にもワープができる。移動にはワープを使うのがおすすめじゃ。この区画に物を作れば空っぽ島の開拓は終わり。ああ、そうなんだ。じゃあこれ以上仲間は増えないんだね。これが最後の石板。これが終わったらようやくあれかな、最終ステージプラス自由行動みたいな感じですかね。巨大なルルキャッスルを建てられるでしょう。でも城作りはともかく雪原なんて私たちに作れるのでしょうか。すみません、ちょっと咳します。この間、すみません、ちょっとマイク今落としてた。この間ね、ちょっと風邪ひいたみたいなこと言ったんですけど、若干ね、体調がね、良くなくて、城作りならわしらでもできよう。早速城を作って、ムンブルクには素敵なお城があったんでしょ。そのお城より立派なお城に住みたい。設計図は不要。雪原作り。ムーンブルクの北の冷え冷え島なる小島に雪を吐き出すイエティが住んでいる。じゃあ冷え冷え島に行けということだね。もう旗はいらないよね、多分。俺が炎の剣装備した方がいいかな。ちょっと整頓していくか。ここら辺はしまっておいて。変ねの杖とかもあれだな。ちょっとね、ラーの鏡気になるんで、持ったままでいこうかな。この食べ物はこんな感じで、これはいらん。よし。まだ解禁してない島があるな。なんかこういう、なんかモブの島みたいな、どうでもいい島みたいなとこから仲間を連れてこれるみたいなことを聞いたんですけど、で、そこから連れてこれる仲間の容姿、見た目はランダムだって聞いているんですけど、もしそうだとしたら、すごい、あれですよね、可能性としては無限大というか、モンサンミシェル。これあれだよね。体験版の時も同じようなの作ってる人いましたよね、これ。体験版の写真じゃない？違う？まあ、いいか。
そうか、またチェックをしていかないといけないんだな。そうか、そうか。チェックがね、個人的にはめんどくさいなと思ってるんだよね。まあ、した方がいいとは思うんだけど。まあ、これは別にね、動画の時にやらなくてもいいかなとは思っているんで。まあ、目に映ったら、極力していこうとは思うけど。なるほどね、素材島。こういうとこで、これからは素材を集めていくんだね。でもイエティいないね。イエティが、あ、いた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 。で、魔物の餌を持っていないといけないか。どうだ。やばいね。ちょっとアイテムかさばってんな。やっぱみんな収納箱とか作って、まとめてる感じなんですかね。あれ？魔物の餌どこだ？ちなみにまだ僕、今起きて30分も経ってない中でドラクエやってるんで かなり寝ぼけてますけどもね。これ本当にないぞ。あった。こんな目の前にあった。よし、行くか。ここら辺の連中ってみんなこんなあっさり仲間になるのかな？このデビルロードとかもなんのかな？あ、それは何なのか。なるやつとならないやつがいる感じかな。まあ、とりあえず、今回はもう戻ります。進めていきたいんで。またフリービルドやるっていう時にね、いろいろチェックとかしてね、またやっていきたいというふうに思います。さあ、ほんとね、声もハキハキ出なくて、あんま良くないね。よし。さあ、行こうか。指導探してる。なんかいろいろあんな。ちょっと本当にあれだな。いろいろ整頓しとくべきだと思うんだけど、こういうのな、削除。しまっておくか。まあいいや、こういうのもまた 裏作業でやっておこう。ダメだな、ちょっと思考能力も低下していますね。
はいはいはい。冷たい食べ物。アイスキャンディー。君以外の我々でなってなんかあんまいい言い方じゃないよね ハブってるみたいなね。地面にアイスキャンディーを置くとイエティがあまりのうまさに吹雪を吐き出すってことか。じゃあまず雪原をどっかに作れってことかな。どこでもいい感じかなこれは。ああグレードも上がりましたね。でこれを作るためには氷と木材。ああ意外と氷が少ないね。30分の1。あれかな、ミミズくんと同じような感じかな、これは。そういうことだよね。オッケーオッケー。まあ、適当にね、やっていきます。これが1の時にあれば相当便利だったな。寒そう。なんかこの空っぽ島の BGM が本当になんか自宅に帰ってきたような安心感をね感じさせるようになってきましたね。まあいいや、もう戻ろう。こんだけあれば十分だ。まあ、空っぽ島から直接集めてこれなかったら素材島行けばいいですよ、みたいな、そんなノリですよね。今何個やったっけか。あと2つぐらいだな。結構まばらに置いてしまった。
アシスを作った時の判定が本当に意味不明だったな。これはわかるけどさ。あ、やべ、ちょっとあれだったな。あれもしかして足りない？あ、いったいったいった。なんだこのこのズームアップは一体なんだ。開拓レシピを達成したようじゃな。お主から小さなメダル。そういえば小さなメダルの下りもあんまりやってなかったな。リフォーム固定を強化してやる、うん、それも今んところ全然使ってないし。魔物を倒す罠を作ろう。今回設計図がないからよくわかんないんだよな。魔物を倒す罠っていうのはどこでもいいのかな、適当に置けば。そういうこと？あ、あとさ、もういろいろね、今あの頭の中で考えてんだけど、あれはないのかな、仲間召喚のやつ。仲間召喚っていうか仲間連れてくるやつ。俺確かあれ持ってると思うんだよな。え、ない。え、どういうことだ。どこ行った？まあいいや。なんかあのパーティー組む組まないやつあるじゃないですか。イエティのんきだな。あれないの？どこ行った？マジで。とりあえず一体ってなんだ、一回こっちに行こう。なくなってんだけど、わかります？あのパーティーのさ、ほら、あるじゃないですか、パーティー組むやつですよ。え、ない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 。え、なんでない？え、あれって何？一回使ったら消滅するとか？ないよね。え、バグ？あ、これか。普通にあった。もうダメだ。
なんかちょっとあんま体調良くねえな。多分ね、もしこの動画見てる人いたらね、いやいやそこにあんじゃんって思ってたと思いますよ今今の今までね。ジバコ行け、引っ越し。レディーたちの集まりにしよう。あ、これがあれですね、さっき言ったそのランダム仕様の女の子系らしいですよ。だからいろんなね、見た目が今回はあの俺好みのね、見た目の女の子を探していきたいなというふうに思いますね。だからこいつらはランダムなんでお別れとかができるみたいですね。でも一つ思ったのが、こうやって仲間を集めていくんですけど、素材の島にこう出てくる条件とかってあるんですかね。偶然見つけるみたいな、そういう感じなんですかね。チャコ、あんまこいつのこと好きじゃねえけど、まあいいだろう。ミミズ、まあ入れてやるか。ちょっとね、イエティが一人魔物かわいそうなんでね。選べない指導。いや、このクソガキ役に立たなそうなんで。顔面狂気は出陣。鶏出陣。まああともどうでもいいな。あとは適当に連れてくか。じゃあ出陣、出陣。こいつ役に立たなそうだな。あ、でももうあれか、大半が青い方に連れてっちゃったから、いいやこのガキで。ニルズ、マッシモ、ちょっとこいつら見るとね、ヨーダを思い出すんで連れていくか。マッシモはいなくなってしまった。残念。来た来た来た、行ってこい、行ってこい。あ、でもミミズン何もしねえのか。ミミズン何もしないんだったらいらないな。コースでマッシュも入れて、こいつが俺の初のオリキャラか。愛着が湧いてくるぜ。いや気になるな、本当にいろいろちょっと気になる。まあ、なんだ今度はアネッサ。シドのこと気がかりか。なんだなんだ、暗転してうぐ。どうなってるんだ俺の体は。あいつが物を作っていくたびに俺は。よくぞ今までビルダーを守り助け物を作らせました。この声がハーゴンってことかな。
しかしそろそろ用済みです。茶番はもう決ま、あ、もう終わってる。すいません、本当にすいません。ボケとしてすいません。どうしたの、大丈夫？探したんだから。ルルか、心配ない。ちょっとめまいがしただけだ。で、何の用だ？何の用だじゃないわよ。いつまでロゼと喧嘩してるの？いい加減仲直りしなさい。せっかくものを作っても指導も一緒じゃなきゃつまらないわ。ルルの命令を聞きなさい。黙れよ。最近はあいつといるとむしゃくしゃしてくる。何か壊したくて壊したくてたまらなくなる。俺にもどうしたらいいかわからないんだ。あなたに助けてもらってるでしょう。指導だってロゼに。まあ、持ちつ持たれつみたいなね。小賢しい女ですね。私が息の根を止めて差し上げましょうか。ダメだ。やめろー。どうしたどうした。俺の前から消えろ。もう俺に構うな。この気配。敵が来るか。ちょっとまだ罠の設置とかしてないけどね。はい。ではちょっといいところですがね、今回はここで一旦お開きにしまして、またね、体調良くなったらやっていきたいと思います。今回はね、本当グダグダですいません。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。バイ。